Globus。早速本題に入ってまいりたいと思いますけれども、実はこの中部地区というのは非常に高い農家の所得でも大変有名ですし、農業宝庫とも言われています。かなりの生産量を誇り、首都圏のかなりの食材をですね供給している地域にもなってきます。そういう中でですね、農業のまさにこの現場で一体何が起きているのかということについて、最先端の取り組みをしておられる3方からいろんな話を聞いてみたいというふうに思っております。昨今農業改革がいろいろ政府でも騒がれています。大規模集約、それから AI テクノロジーの活用、いろんなことが言われてますけれども、じゃあ本当の実態の農業の現場の中で成功するためのポイントというのは一体どこにあるのか、そんなことをですね短時間ではありますけれども、このパネリスト皆様方のですね意見と会場の皆様とちょっとぶつけていきたいなというふうに思っております。では最初にですね少しこう農業にかける思いとかご自分たちのですねこう取り組みっていうのを簡単にご紹介いただきたいなと思いまして、まず浅井さんの方から順番にお願いしたいと思います。皆さんこんにちは。三重県の津市でですね、トマトを中心に栽培しています浅井の家の浅井と申します。よろしくお願いします。私はですね創業から110年目、私5代目農家の5代目になるんですけれども、私の場合はもともと家業はですねさつきつつじっていう植木の生産を親父の代までやってまして、で私が創業ちょうど101年目の年に、東京から三重県に帰った時に会社非常にちょっと厳しい状況にあって、このまま植木を作っててはやっていけないということで、第二創業的にトマトの生産を9年前にスタートしました。でそこからですね、本当に立ち上げた時というのは私一人からスタートしたんですが、今そのトマトで150名ぐらいの雇用を生むことができてですね、そして日々、成長していく、そういうそのベンチャー企業のような、今農業法人をやってます。でいろいろ課題もあるんですけれども、そういう中でも今そのトマトの収穫、ロボットであったり、ロボットの専門家もいらっしゃるんですけども、AI であったり、本当にいろんな企業さんのこう技術とか、あとは商社さんとかとも一緒に組みながら、海外の事業とかですね、そういったところのその、一人の力ではなく皆さんの力を借りながら、成長していっていると、そういうような、ことをやってます。今日はよろしくお願いいたします。実は地元の企業さんと手を組んですごいこう植物工場を作っておられるんですけども、環境制御システムは結構どの植物工場を入れてるんですけど、人的管理のシステムをですね、実は日本で初めてで唯一のところで、やっぱり人の管理っていうものをどうやっていくのかっていうマネージメントを徹底的に追求しているという意味においては、多分日本で最先端のモデルを今作っているのが浅井さんの特徴かなと思います。では続いて加藤お願いいたします。イブンスクエアラボの加藤です。菊川市、静岡県ですね、地元の菊川市で、8年前に創業しました。前職は、産業機械の研究開発してまして、子供が2人いるんですけど、ロボットよりも何かもうちょっと社会に役立てる仕事がしたいなと。もともと農学部卒業したもんですから、周りも農家さんが多くて、で困ってらっしゃる方も多かったので、なんとか自分の培った短い経験ですけど、そういうものでお役に立てたらなと思って、農業に参入しました。今はですね、農業専門家じゃないという立ち位置をずっと貫いてまして、どちらかというと農業をこう客観的に見ながら、流通とですね、シンク&アクションと、課題とか、思い立ったら、事業にしてしまうという姿勢で今、流通から始まってですね、流通、物流、ロボット、あと教育で、最近小さいですけど研究用にですね生産も始めましたので、いろんな方たちと、取り組ませていただいて、それこそここの鈴木さんとか、地元の鈴代さんとかとですね、いろんなその、U と言われる地域の、企業さんたちとも連携しながら、地域を盛り上げるにはやっぱり礎である農業が元気にならなきゃいけないという気持ちで、やっております。手元の資料にもありますけれども、
農業礎なもんですから、かけるエニーでですね、何にでもくっついていける掛け算すると、そのかかった人たちがみんなちょっとずつハッピーになるっていう、まあ、方程式を見出しまして、まあ、そのコンセプトに合った形で今そんな、多種多様と言われちゃうんですけど、課題を見つけたら解決するためのアクションを起こしているという会社になります。よろしくお願いします。いろいろ農業に新しく始めるバックグラウンドの方たくさんおられるんですけども、非常に特徴的なのは産業用ロボットの研究者だった方が実際にもうこれから現場でですね、もう今年来年からですか、生産を始めるという中で、まあ、様々な地域のステークは特に静岡県のこの菊あたりっていうのは大変な農業生産地でもありますので、いろんな面白い取り組みがお伺いできるんじゃないかなと思います。じゃあどうぞ三沢さん。はじめまして。山梨の勝沼町という小さな町があるんですけども、人口8000人ぐらいの町ですね。で高校もないんですけども、小学校と中学までしかないという町で生まれ育ちまして、今もそちらに住んでいるんですけれども、そこで1923年に創業しまして、家族経営でずっとワインを作っているんですが、私で浅井さんと同じ5代目になります。よろしくお願いします。私自身がやはり農業にかける思いというのは、ワイン作りもやはりこうワインって加工品ではないんですよね。農産物、なぜかというと作られるブドウでもう 80% ぐらいそのブドウって原料になりますけども、日本酒や他のアルコールと違ってお水を使わないですね。なのでもうブドウのその品質っていうのはワインのクオリティにすごく直結しているアルコールなんです。なのでもう私自身はもうブドウで 80% ぐらいワインのクオリティが決まると思っていまして、そういった面でワインっていうのは農産物だというふうに思うんですけれども、私が本当に農業をやっているという感覚があんまりなくてですね、本当に何て言うんですかね、その意地というと変なんですけども、そこに生まれ育って本当にこう家族やまあ、地域の人たちと密接に関わり合って、その中でワインを作っていくという感覚がありまして、あまりこう自分自身がすごく農業をやっているという感覚ではないんですけれども、まあ、そういった何て言うんですかね、もう例えばブルゴーニュにモンラシェという皆さんもよくご存知だと思うんですけども、畑がありますけれども、ある日父がですね、一緒にブルゴーニュに行きまして、子供の時なんですけども、印象的だったのはある畑が売りに出てたんですね。そこの畑が274という番号がついてたんですけれども、偶然私たち の住所 の番号と一緒で、父がそこを一角を買いたいって言ったんですね。まあ、本当 にすごい唐突なあれだったんですけれども、そうしましたらそのモンラシェの畑が銀座の当地よりも高かったんですね。それを聞いて、私は今もその言葉っていうのをすごく覚えていて、もし自分たちの畑で本当に、まあ、世界一のというよりもクオリティがものすごくいいワインができたら、そのここの畑の価値っていうのは今までただの桑畑だったりそういうところだったところですけれども、そういったものが銀座よりも高い価格にな高い価値として思われるんだっていうのはすごく子どもの時にすごく覚えていることでして、今も本当にもうクオリティが全てだと思っているんですけれども、とにかくいいクオリティを作って、でいいものを作ったらお客さんはついてくる、いいものを作ったら世界でも勝てるワインになって世界からも引き合いが来るようになり、その言葉を信じてやってきたんですけれども、今は輸出国が20カ国になりまして、20カ国にヨーロッパを中心に輸出させていただいております。はい、ありがとうございます。非常にいい、皆さん3代目4代目ということでもありながらですね、ご自身でクオリティのところを経営ではなくてですね、まずは現場を極めるということで、まあ、実は浅井さんもこの間学位を取られたりされてですね、やっぱりそれをクオリティを実現しながら新しい農業を切り開いていくということで、まあ、非常に取り組んでおられる方々なんですけども、実際にじゃあ今ちょっと皆さんがお話しされたような課題をやっていくにあたって、まあ、現在いろいろ現実的な現状があるわけですね。その中でこう何か今一番こう苦労していることとか乗り越えていかなきゃいけないこととか、こう課題みたいなものをですね、自分なりにこの農業自分の夢を実現するために何が必要なのかっていうのをもしコメントがあればと思うんですけども、まあ、どうですかね、順番浅井さんからなりますかね。はい、そうですね、まあ、そういう形でお金のない中で第二創業して、まあ、
ベンチャー的にやっているので資金力資本力というところはまあ本当にずっと課題なんですけれども、ただそこはあまりネガティブにはちょっと思ってなくて、今本当に農業もこう、まあ、時代の転換期というところで非常にいい風が吹いてますし、まあ、そういう中では今の一番の課題はやはり人の部分でして、人材の採用から育成、そしてやはりその農業のイメージというものが非常にこうなんていうか、まあいわゆる昔の産経のような、まあ未だにやっぱりそういうイメージは残っていると思うんですね。でそういう中で私たちがその新しいジェネレーションとして、まあ次の世代にこう受け継いでいくためにやはり農業のイメージも変えなきゃいけないし、優秀な人たちがその農業に入ってきてもらったときに本当にその所得も他の産業並み、それ以上にこう、まあ、やっぱりそうは言っても給料も大事ですから、まあ、そういうような業界にしていくために、まあ、新しいモデルを作ろうということで今取り組んでまして、特にやはり人材の教育のところをですね、やっぱり非常にまあまだまだ難しくて、でそれがなぜかというとその、まあ、我々のトマトは1年に1作、作るんですね。そうすると、まあ、3年やっても3作3回しか実験ができてないような状態なんです。でそれはどうしても春夏秋冬、季節によってですね、植物のこう顔も変わるし管理も変わるし、そういう中ではやっぱり1年間、通して、でそれをかける3回ぐらい3年ぐらいやらないとやはり少なくとも、まあ、1、2枚の管理者候補にもやっぱりなれないという中では非常にやっぱり時間がかかると。でそれを、まあ、その課題を解決していくために今その、まあ、ある AI の会社の方とかですね、まあ、それこそそのロボット、これはやはり、例えば非常に優秀なその AI の会社の方がいて、じゃあ農業の、暗黙知の部分を、AI にしましょうと。ただそれが今やってるその栽培管理の仕事が成功なのか失敗なのかというところのパターンを認識するところがやはり目利きができないんですね。それはやはり現場でその1年2年3年10年とこうやってきた人たちが初めてそのこれが正解かどうかというのを認識できると。そういう意味ではやはりいろんな方とこう連携をしながら我々その栽培をできる栽培管理をできる人たちが幅広い視野を持って、まあ、そこを補っていくという形かなと思ってやってます。今ご指摘されたすごく重要なポイントだと思うんですけども、まあ、テクノロジーを使うとか新しい形を求めるとかこう素敵なことはたくさんあるんですけども、現実はやっぱりそれに伴う人材育成というものをきちっとやっていかないと、どんなシステムを作ってもオペレーションが回ってこないと、まあ、植物工場もおそらく数年内に半分ぐらいは潰れるんじゃないかというふうに私たち見てますけれども、それはすべて人材育成のところにこう影響してくると思うんですけど、すみません、ちょっと順番があれなんですけども、また三沢さん、またちょっと違う形で経営のビジョンをお考えになっていく中で、三沢さんのこう目指そうとしているそのスタイルの中における課題というのはどんなのがありますかね。こうそうですね、ワインっていうのはこう飲んだ時にその畑の風景が浮かぶっていうのはすごく大事だと思うんですね。これが例えば寒いところで作られているものなのか、暑いところで作られているものなのか、それともこのワインって唯一こうヴィンテージ年がありますよね。例えば1900何年ものとか2000何年ものとかあるんですけども、そのこの年がどういう年だったのかって、それを見て、あ、皆さんこの、ね、買った時に買い求めた時にこうワインを2010年とかだと、あ、2010年自分が何してたなとか思うこと多いと思うんですけども、それでどんな年だったかっていうのが私たちにとってはそれがきちんと表現されていることってすごく、まあ、大事なんですよね。ただそうは言ってもこの日本のこの気候の中でワインを作っていくっていうのは非常にタフなところがあって、例えば畑にしても、じゃあ雨が結構日本の場合はあるからって言って、じゃあそこを覆ってしまうそのなんていうんですかね、こうハウスにすればいいかっていうと、それだともう全然全くこうもう本当に農産物ではなくて、なんかこう作られたもの、人工的なニュアンスが出てしまうので、どこまでそのクオリティの高いワインを作っていかなきゃいけないんですけれども、どうやってその日本の天候を戦っていくかっていうのも一つ大きな課題だと思いますし、あと浅井さんがすごくご指摘されていたような、私たちのところは生産量が20万本ぐらいなんですけれども、今のところ増産っていうのは考えていなくて、なぜかというとやっぱりクオリティを守っていきたいというところがあるんですけども、やっぱりこのその生産量だとなかなかこう社会的に貢献していくことっていうのが今の状況ではそれほど、まあ、
簡単なことではない。ブドウ畑ももちろん減ってますし、それは農家さんの高齢化であったりとか、農業の担い手がいないということであったりとか、そういったところでブドウ畑も減少してますし、本当にいろんな課題があって、もっともっと畑を増やさなきゃいけないんであるんですけれども、実際そういうたくさんの難しいところがあって、私たちの力不足というか、クオリティが高いワインを作って、とにかく今は日本のワインのブランド自体をこう上げていこうっていうふうに思ってるわけなんですけども、日本のワインっていうのはまだ世界的に知られてないので、やっぱり一番最初に世界に出てくワインっていうのはクオリティの高いワインであることがすごく重要だと思うんですけども、やっぱりそこにこうそこを考えていくと、こういつの間にかこうもうちょっとこう社会的に貢献したりとか、やっぱ規模が大きければそれほど、それこそ人を雇う、ね、こともできるわけですし、いろんなことで地域に貢献していけると思うんですけれども、そのあたりも課題かなと思います。多分いろんな形があるんだと思うんですね。限られた生産量でダントツナンバーワンのものを作っていこうとする三沢さんのような取り組みも、また浅井さんのようにですね、やっぱりそのある程度規模を作ってそれなりのものを作りつつ品質も確保していくと、いろんな形がそれぞれが付加価値として出てくるかと思うんですけれども、そのような中ではまたさらに新しい形を生み出そうとしている加藤さん、どうでしょうか。でも新しい形といってもやっぱりお二方、2つの違うタイプの農業体系なんですけど、やっぱりこの両方の代表するこの何ですかね、農業体系に役立つことをしないと我々も生きていけないというか、別に必要ないよねという話になっちゃうんで、やっぱり両方の問題っていうのが、やっぱ人手不足と人材育成っていうところで、一つヒント、大きなヒントって他業界にあると思ってます。で、大きなニュースありましたけど、スズキとトヨタが業務提携しますっていうのは、大きなヒントですよね。その農家さん自体が農業経営を、自分で全部やんなきゃいけないっていうふうにまだ思っていて、本当は多分浅井さんおっしゃってましたけど、いろんな人とやってますって言うんですけど、もっと多分、共通部分を見出して、研究開発はもっと広い範囲で、農家さんとそれこそ組んでやっていけばいいし、今我々やってるのは物流は農家さんが自ら、物流会社を持とうじゃないかということで、まだ実証段階なのでうまくいくかどうかわからないんですけど、自分たちがトラックを持って、もしくはバンを持って一個一個配達しに行くんじゃなくて、隣の農家さん、またまたちょっと届け先の地域の農家さんと物流をシェアすれば、その物流会社を作ってでも作んなくてもいいんですけど、物流をシェアすれば行って帰ってができて、1個500円かかってた物流コストが250円ずつになると。もしくはロボット側からするとですね、昨年1年分析したんですけど、きちっと作業分析をして作業分解をします。いろんな作業ありますよね。定食から、継ぎ木もありますし、農薬撒いたり、葉かきしたり、いろんな作業が1年中あるんですけど、それをですね、もし共有しちゃったらっていうので、例えばブドウ畑は多分フランスもそうですよね。農薬は農薬の専業メーカーが来て、撒いてくれると。で、除草は除草で多分、やっていけばいいと思ってて、株式会社除草みたいな、会社を作ってですね、あちこち地域の除草をして回ってあげる会社があると。そうすると何がいいかっていうと、機械稼働率が上がるんですね。で、受託した除草会社も OK、 人件費も上がります。で、農家さんも余分な人件費をかけずに、委託っていう、じゃあ1ヘクタールいくらねでもうコストが見えちゃうので、そういう意味では経営的に見える化がだんだんできてくるという意味で、もっとこう作業を分化していろんな人と共有できる作業は共有していっちゃえばいいのかなと思っています。それが人材不足と教育だから、本当に自分の強みはどこなのかっていうところだけ人材育成すればいいようにできれば、
理想だなと思って、ちっちゃいですけど、まあ、ロボット開発したり、作業分析みたいなことをして、少しずつ、まあ、やってるところですね。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと少し会場から多分ご関心高い方多いので質問を受けていきたいと思うんですけれども、最後にちょっと私から皆さんにお聞きしていきたいなと思うんですけれども、まあ、いろいろ農業改革が叫ばれて、まあ、政府もいろんなことやっていく中で、まあ、皆さんが今当面ですね、やっぱ乗り越えなきゃいけない壁とか課題とか、今自分が一番チャレンジしていること、あるいはそのこの大きな、まあ、特に三沢さんと浅井さんについては何代かこう続いてきた家訓とかいろいろあると思うんですけど、これを乗り越えて新しいことをチャレンジしようとしてますよね。で、その一番そのチャレンジしていくときに、まあ、抵抗が大きかったっていうか、どこを一番こう自分として一番苦労して乗り越えて、でまさに今そこに来ていて、でそこが次のさらなるチャレンジだというところがどこなのかなっていうのをちょっと最後お聞きして、あとは会場からご質問を受けていきたいと思うんですけれども、じゃあ浅井さん。そうですね、乗り越えていくという意味では、まあ、うちのその家訓的な話も、まあ、よく親父から言われるんですけど、こう、まあ、100年続いてきて、その、まあ、中庸という言葉をですね結構言われるんですね。で、背伸びをすんなと。で、そんなそのどんどこですね新しい事業を立ち上げてやっていくというところに対しては、まあ、私自身も非常にこうちょっとビビってる部分もあったりしてですね、まあ、そこは今までのそのまあ代々やってきたことと、第二創業的に始めたことというのは非常に、まあ、ちょっとこれでいいのかという不安は、まあ、常にあります。で、ただ一方でそういう今時代の、まあ、転換期と、本当にこう、まあ、小泉進次郎さんも2回ほどこちら来られてですね、奥野会長とも会われて、でいろいろこう話をしている中でも、やはり変わらないといけないというのはもう間違いなくて、そしてその、まあ、日本の農業がですね、まあその国際競争力含めてこう非常にこう危機的な状況にあるということ自体は、まあ守っていく人も必要だし、やっぱり攻める人、特にその海外での生産とかですね、まあそういったオファーはもう毎月のようにこう、まあ特に中国とかアジア圏からある、まあそういう時代の中で、まあ僕ができればそのまあゼロから1を生み出して、海外で、きちんとお金をこう稼げるような、まあ、そういう、 こう人になりたいなというふうに思っております。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ三沢さん次行きたいと思います。まあ、お父さん商社マンだったということと、ご自身も海外に留学して、まさにこう日本のワインを世界へということを言ってますけど、どうでしょうか。そうですね、まあ、そのあたりは本当にまだまだ課題が多くて、日本のワインっていうのはもう全く知られていない中で、ほとんどがもう 90% 以上が国内で消費されているっていうのは現実なので、もちろん行ってもなんか傑作だったのは、香港でイベントをさせていただいた時にお酒のイベントだと思って来られる方がいたりとか、まあ、それぐらい知名知名度がない中なんですけども、ただその時いつも思うんですね、こう勝沼の私の原風景ですけども浮かぶんです。勝沼の風景が、ブドウ畑がこう一面にある風景が浮かんで、あれをもう絶対後世に残したいって思ってるんですね。からもう守らなきゃいけないものがやっぱりありますので、どうしてももうほっとけないというか、勝沼から私は多分抜け出せないし、ここでまあなんとか残していかなきゃいけないというのがあるので、まあ、難しいこともいっぱいありますね。小さな町ですし、田舎町で、まあそうですね、で私たちのもう一つの試みとしては、勝沼でずっとやってきたんですけど、勝沼というのは日本のワイン産地の、まあ、発祥であり最大のワイン産地ではあるんですけれども、もう40キロぐらい離れたところに北杜市というところがあって、そこが清里何かがある場所なんですけれども、市なんですけれども、そこに明野町という日照時間日本一の町があって、勝沼の場合ですと、こうどうしてもこう伝統にこだわってしまったりとか、あとなかなか変えていくのが難しいところがすごくあったんですね。例えば農家さん、勝沼っていうのは決して悪いことではないんですけれども、農家さんから買ったブドウをワイン醸造家がワインを作って、それでワイン生産が成り立っているっていう場所が
ほとんどなんですね。なのでこう古い体制を変えていくっていうのが非常に難しくて、それで40キロ離れた明野という新しいワイン産地に、まだ本当に知られてない山梨なんですけども、そこで自分自身でワインせブドウ生産を始めたんですけれども、そして見ますとね、やはり持ち当たる壁っていうのは本当にたくさんあって、本当にそこから私も浅井さんと同じで一から気づいていかなければ、新しいスタッフと気づいていかなければいけないというところがあって、まだまだ本当に挑戦するところなんですけども、本当に、銀座よりも高いその価値のあるようなブドウ畑にできるように、本当にブドウ畑って美しいですね。その明野っていう場所の畑は南アルプス八ヶ岳、茅ヶ岳、富士山っていう、その山を眺めながら仕事ができるという、本当に素晴らしい景観があるところなので、景観もゆくゆく生かせれるよう、残せるようにというふうに思って仕事をしています。はい、じゃあ加藤さん、その多様な農業の切り口を最後していただいて。始めますか。そうですね、農業本当に面白いというか、多面的要素があってですね、お二方は本当に生産と、それを商品にして販売するというところに集中してますけれども、農業って社会基盤なので、そういう意味ではいろんな方たちの参画があって、もしかしたら成り立つものだと思っています。なので興味があってこの席にいらっしゃると思うんですけど、日本の農業って、それこそトヨタさんがそこでうまくいったのは、ある意味農家さんが、社員に入ってきたからだと、もともとものづくりの素地がある人材が入ってきたから、こうやって製造業は成り立っているっていうふうに言うぐらいですね、本当に人材育成としても価値がありますし、で、もちろん食材を提供するとか、その他、教育効果、さっき言いましたね、人材育成とか、いろんな社会機能の基盤になっている産業ですので、これをですね、私は世界に、日本の農業を売るんではなくて、世界が今食糧難だったりとか、いろんな不安を抱えた国々が増えていく中で、日本が武器ではなくて、この食材製造とか食材流通という、あと加工ですねっていう点で、確かな人材とともにですね、リーダーシップを取ってそういう不安を解消していくっていうことが、日本の農業から始められるんじゃないかなと、それぐらいすごい価値のある、農業を、お二方がやられていると思いますので、生産だとかいろんな AI だロボットだツールはいっぱいあると思うんですけど、そうではなくて、この農業、日本の農業そのものが非常に世界にとって価値があって、でそれが衰退してしまうことこそが非常にもったいなくて、世界としても私は損失だと思っているので、どうにかしてこれを皆さんのお力も借りながら、農業が世界を救う日本の、リーダーシップでですね、そうなっていければいいなと思っております。はい、ありがとうございます。それではちょっと会場の方からご質問を取りたいんですけど、ちょっと実は参加者とも結構自重されていてですね、本来もっとすごい人たちなんですけど、十分話しきれてないところがあって、例えば浅井さんの私もちょっと一緒に仕事をやってるもんですからよく知ってるんですけれども、例えば農業資材の物流をもう直接オランダに買いに行ってですね、もう日本の資材メーカーを、もちろん全部すっ飛ばすことはないんですけど、ルールがありますから、しかしちゃんとそこから買い付け始めて、ちゃんと出口のところも商社と組むとかですね、ものすごいこうサプライチェーン全体を改革していくっていうような、もう最先端のモデルを作ってたり、三沢さんなんかも相当その技術に関しては突っ込んだことをやってました。ちょっと会場の方のご質問の中でそこを引き出していただきながら、皆さんのこうより深いところにですね、関心がいっていただければと思うんで、どうぞ、じゃあご質問のある方を挙手いただきたいと思うんですけど。はい、じゃあどうぞ。ありがとうございます。これ入ってますか。日本銀行の河合と申します。私今の東京で働いてるんですけれども、この直前高知におりまして、で高知で第一次産業、それから第一次産業から発展して六次産業化の方々と随分お話をさせていただく機会がありました。でその中で
やはりこう集約してですね、なんとかその人材不足をこう補うためにこう集約をしていくであるとか、あるいはそのお金が儲かるようにしていくだとか、いろいろなことが試みがあったんですけれども、そこでいくつか聞かれたことがあったので、ぜひここでもう最先端の方がいらっしゃるので、ぜひともそういうその工場の農家 の疑問に答えていただければなという、そういうつもりでちょっと質問させていただくんですが、一つ目はまず会社化をして大規模化をするということは非常に意味のあることであり、かつある意味農協をすっ飛ばすということをまず一つ、今朝いろいろな話があった中でこういうのもなんですけれども、そういうことも一つのことなのかなというふうに思うんですが、そこでですね、聞かれた話として、その会社勤めのつもりで農業をやるとやはりうまくいかないと。でやっぱり 農業っていう職業自体は9時5時の仕事ではないので、ここをどういうふうに組織化になじませるかっていうのは非常に大きな課題なんだということをいうふうに言われたので、これは一つぜひお伺いしたいということと、これは多分今の浅井さん向けだと思うんですね、なんか加藤さん向けだと思うんですけれども、やろうと思っている、例えば IT 側からあるいはそのロボット側からやろうとしている人というのはコーチにもいたんですが、これがなかなかその逆にですね、気がついてほしい人がなかなかそれを受け入れてくれないという悩みが結構あると。でもうとりあえず今食べていけるし、子どもも後を継がせないからもういいのであると言われてしまうとどうしようもないんだと、そういうふうにこう言われてしまったというのがこう結構聞くところではあってですね、これをぜひどういうふうに多分直面されていると思うんです、どういうふうに解決をしておられるかお伺いしたい。で最後はミサさん向けであります。私はグレース講師の大ファンでありまして、で あれば必ず頼むという感じなんですけれども、これこう海外に向けて売られるというのはまさにやっておられるということだと思うんですけれども、私がこう香港にいたんですが、香港でこうマッチングでグレース講習を一番こう上手に進められた時、やっぱり日本食とのマッチングでこ うまくこう売り込むことができたかなと、自分勝手ながらやっていた時にそういうふうに思っていたんですけれども、実際にその海外でそのキラーコンテンツというか、キラー決め台詞というか、そういうものがもしあれば教えていただければ大変にありがたいです。はい、ありがとうございます。ちょっと他にまとめて数人一緒に行きたいと思うんですけど、真ん中の方でも手を挙げていらっしゃる、はい、どうぞ。鈴代の鈴木健次郎と申します。貴重な話ありがとうございました。私加藤さんよく存じ上げてるんで、加藤さんの取り組みってもっと面白い取り組みいっぱいやられてると思うんで、もう少しその辺を具体的になんかお話しされたらいいんじゃないかななんてちょっと思いましてですね、さっき物流の話もありましたけども、あれも発想の原点とか今取り組んでること、そしてそれで直面してる課題とか、その辺共有するとすごい面白いんじゃないかななんて私も思ってますし、あるいはその生産性向上のところでロボットの活用とかもかなり、深い知見持ってると思うので、それもちょっと聞きたいなと思ってますんで、お願いできればと。パネリストの引き出していただいてありがとうございます、はい、もう他にどうでしょうか。さあご質問したい方、どうぞ。すいません、株式会社山崎の山崎と申します。すいません、私総菜のメーカーをやっておりまして、パウチに入ってるサラダとかそういうのを作ってるんですけど、すいません、ちょっとだけなんか一人だけ次元が低い質問しそうなんですけど、いろいろ野菜使ってます。で国産野菜っていうのは非常にニーズが高いというのは今現実だと思うんですね。で一方で我々はやっぱりその品質を上げてということを、当然おいしいものじゃないとダメだという仕事はしてるんですが、コストですね、毎日食べるものですから高級品を入れるわけにいかないんですね。で海外のものと比べてもコストをきちっと戦わせられるものを原料として使わなきゃいけない。でそういうことを考えるとやっぱり量産っていう大量生産型の農業っていうことにどうしても興味がいくんですが、先ほど加藤さんのお話の中で作業分析なんてお話もありましたが、農業全般に非常に手がかかることだということで、仕事はたくさんあるような感じがするんですが、一番実はそのコストを下げたりとか量産するときに壁に当たるのが収穫期の人員の確保。非常にその農業生産国ではいろんなとこから人をかき集めたりしてやってますが、日本はどうしてもそれがなかなか難しい。で量産しようとして大きい畑作ると収穫期のそこのところで非常にコストが上がってしまってギャップが生まれてしまうと、こういう事例があるんですが、いろいろ先ほど加藤さんいろんな業界にヒントがあるというお話でしたが、何かヒントがあればまたお教えいただきたいと思っております。はい、以上です。あともう一人ぐらい行ってからお答えいただこうと思います。はい、どうぞ。セブンアンダイホールディングスの伊藤と言います。氷流通やってますんで、私農水省のですね、食料農業農創政策審議会というののメンバー委員がいらっしゃってて、その中でもよくお話しするんですけども、農業の方、その会議の場でもですね、作ったものをどう売るかっていう議論が非常に多くてですね、生産者の方たちに対する、どういうふうな補助とか、支援ができるかっていう話が中心でなってるんですけども、我々流通業とかやってると、
まあ、売れるものが何なのかって考えて知れるってことでますので、まあ、あの作ってらっしゃるでもう農業というのは我々のこれなんかと違って、まあ、息の長いあの仕事だと思うんですけれども、売るためのですね、売れるものをどう作るかっていうふうなことですとか、その流通っていうこと、あの加藤さん の, あのこのプロフィールには流通改革っていうことも書いてましたので、そのことも含めてですね、どういうことをお考えかなってことを教えていただきます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あのかなり業界関係者の方々あの鋭いご質問いただいたんじゃないかと思いますけれども、まあ、そしたらどうしましょう。最初あの浅井さんの方からいきたいと思う。もう一回ちょっと整理してみますけれども、まあ、あのおそらく会社の大規模化のところと、その会社勤めっていうところ、まあ、まさに今浅井さんチャレンジしているところでもあり、まあ、実はコストのところもあの一番浅井さんがその苦労して、エネルギーも含めてやっておられますよね。それから出口のところの部分もあると思うので、そこは浅井さんに答えていただきまして、で、その後三沢さんにですね、あのまさに出口を見てこうものをどう売っていくのかとか、そのキラーコンテンツとか割と比較的共有したような問題があって、そこをちょっと答えていただきながら、加藤さんにはですね、それらを含めてあの加藤さんの面白い取り組みもですね、あの基本あの自己紹介しないことということなんですけど、やっぱりせっかく質問者から言っていただいたので、ちょっと面白い取り組みをお話ししていただきながらということで、じゃあまず浅井さんの方から、はい、私の方はですね、主に、まあ、大規模化とその、まあ、オペレーションを含めたコストの部分ということなんですが、あのまず大前提としてですね、やはりその農業という言葉が非常にこう、まあ、あやふやな言葉で、あのなんて言うんでしょうか、まあ、例えば、まあ、私はトマトを作ってます。ただ酪農も畜産も、そして今日だとあのワイン作りもですね、やっぱ全て農業でも全然その品目も違えばやり方も違うし、あの、まあ、季節性も違う。そういう意味ではあの一つの事例として聞いていただければと思うんですが、あの我々 の, その農業トマト、施設園芸、まあ、植物工場と言われることもありますけれども、そういうところで言うと1年を通して割と仕事があるんですね。でただ光が一番重要な工業員なんで、まあ、冬と夏では、作業量が倍ぐらい違います。でそれを先ほど150名と言いましたけれども、8割型まあ、パートさんというか、臨時の労働力に頼らざるを得ないんですね。でそこが、まあ、僕の考える中では農業の最も難しいところだと思います、まあ、できることなら全て全員正社員で、安定して9時5時でやりたい。で、まあ、うちはもう、まあ、日曜日完全に休みにしたりとかですね、9時5時でできるようなそういうオペレーションをまあ組みつつあるし、業務の標準化とか 5S とかですね、非常にまあいろんな方からまあご指導いただきながら取り組んでいるんですが、やはりその作業量を標準化するとか一定にする、まあ、そこをするというのは非常にまあやっぱ難しくて、でそのために今ロボットとかですね、でそれは人の仕事を奪うと言われることもありますけれども、どちらかというとその波の部分をですね吸収してくれるオートメーション化、そしてコストを下げるためには規模が必要なので、その大規模化、まあ、中規模化でもいいし大規模化をしていく過程で、そのいろんなこう技術がですね入ってくると、もしかしたら全員正社員でみんなが熟練したこう技術者のようにこう蓄積をしていけるような業界にできるんじゃないかなというところは、まあ、日々感じながら、やはり農業も産業化していく過程ではオートメーション化というのは、ところどころで絶対必須だと考えています。極めてあれですよね、普通 の, あの中小企業が抱えている経営課題そのものを実践されて課題にしているというところに最大の特徴があると思うんですね。なかなか農家の方がこういう発言ってあんまり聞けないと思うんですけども、はい、ありがとうございました。三沢さん、どうぞ。そうですね、もう本当にオートメーション化という課題もあり、生産コストを下げて、まあ、市場の競争力を上げるというか、まあ、価格をワインの価格を下げて市場を戦っていかなきゃいけないというのも一つあると思うんですけども、その一方でその愛情というのもすごい大事で、ブドウに対する愛情だったりワインに対する愛情であったりとか、まあ、すごくワインがもしかしたら他の農業とちょっと違うところってすごく時間かかることなんですね。まずブドウを植えて3年経たないと実がならなくて、で実が、まあ、1年に1回の収穫ですけども実がなって、そしてワインを作るんですけれども、例えばですね、今スパークリングワインだと今2011年のワインを売ってるんですよね。2012年以降のワインというのはまだ出来上がってないんです。なのでこう私たちの多分感覚っていうのは、その長い
こうすごく長いスパンでもなんてものを考えなきゃいけない、50年先100年先を考えてブドウを作るにしても、あの50年後っていうのをやっぱり相当しながら作っていかなきゃいけない、まあ、次の世代ですね、次世代のことを考えながら作っていかなきゃいけないというところがあって、まあ、そういう中で出来上がっているのがあのワインなので、 あんまりこう売るときにあの愛の言葉っていうのを使うのがすごく苦手で、あのこれがあのもういいからもうっていうのではなくて、しっかりこうあのそのワインの、まあ、特性を捉えて、あとこうなんていうんですか、ワインってやっぱり個性で勝負していくところもあるんですね。なのでそれを例えばあの日本には甲州っていう日本にしかない品種がありますけれども、あのブドウ品種がありますけれども、もちろんそれはそれだけで、先ほどあのファンだって言っていただいたんですけれども、もう日本食との相性がいいということで、これも日本食とこの甲州っていうのを飲むとですね、これはもうあのこれしかないんですよね。この味は例えばあの特に甲州と鮎とか、あの甲州と山菜っていうのは、これは日本酒でも出ないし他のワインでもこの出ない味わいなんですよね。でもこれは無敵の組み合わせなんですけども、あのまあ、そういうのそのアイデンティティというんですかね、そういうのもすごく大事だ、あのその大事にしていますし、あとはですね、そのシャル、例えばシャルドネっていう国際的にもどこでも作ってる品種でも、日本ならではの味とか山梨ならではの味を出していかなきゃいけないんですよね。なのでそのなんていう、そこのところをどう、まあ、追求できるか、話すその織り込む時というんですかね、そういう時にあの世界中あるシャルドネの中で、なんであなたの高いシャルドネを買わなきゃいけないのって言われた時に、あのクオリティもあるんですけれども、そこで何かやっぱり個性がないと難しいなというふうに感じています。あの一言一言ものづくりの極みのようなこうコメントがあるんですけど、やっぱりもっともっと日本がその強みを生かしてワイン生産すれば、もしかしたらもっと世界に勝っていけるのが出てくるのかなっていうのはお話を伺って感じます。じゃあ加藤さんお願いします。はい、いくつかというかいろいろあの質問あったかと思うんですけど、今お二方の話を受けて、あのじゃあそれを、人間が職人さんのように、まあ、続けていく限界も少し見えてきていて、なのに IT とかロボットがなかなか現場に入っていかない、あの大学で作った農業ロボットは1台も現場に出てないと言っていいんじゃないかと思うんですね。でそれの要因が結局全然デザインをしてないんですね。あの機械工業系の言葉で言うと要件仕様にまとまってないっていうんですけど、機械屋さんと農業やってる農業者さんがガチにそこ何が本当にロボット化すべきなのか、そもそも機械ですべきなのか、いやいや栽培体系変えた方が早いんじゃないのとか、そこ変えないとそもそも、でそもそも言っていくとですね、よく皆さんハウスって見ますかね、ビニールハウス、あの形が最善なのかっていうとどうなんだろうっていうのあるんですよね。なので例えば、土地の影響で長さ75メートルぐらいが大体、まあ、マックスでもそんな長さですねって言ってるところが、本当は抜いてこうまっすぐ取れれば、作業性考えたら100メートル200メートルまっすぐ平坦にバーッと敷設しちゃった方が効率いいじゃんっていう可能性だってあるわけですよね。工業から見るとそもそも半導体、まあ、ここ車ですか、車にします、あの1日、1000台作んなきゃいけない工場を作りましょうって言った時に、それに合わせてその目標値があってラインを組んで側を組んで、まあ、それに合う土地を見つけてみたいな、まあ、バランスなんであれですけれども、まあ、そういうデザインをするんですけど、農業の場合はなんとなく間口が9メートル6メートルか9メートルで、長さがだいたいさっき言った50から長くても75ぐらいと、なんかそんなこうなんとなく決まっちゃっていて、なんかそれがもったいないですね。で IT とかロボットとかっていう部品で入ってっても全然役に立ちません。あのもう お二方が本当によくあの現場で戦っているように、そんなぶつ切りじゃないんですね。種もあれば苗にして、でそれを植えて、で、ま、今度 出口の方もありますから、そういう意味では全部がつながっているので、そこをどっか切り出して IT 化しようロボット化しようっていうのは
全然お役に立たないというのが、まあ、現実だと思います。なので、日本全体ちょっと悪いところだと思うんですけど、やっぱそのデザインのところ、異業種が、農業と工業者がきちっと、同じ言葉で話せるようになるまでデザインするっていうところにきちっと時間をかけないと、それができたものができても全然現場に入らないっていうのは、そういうことだと思います。なので私たちが今作業分析にすごい時間をかけて研究をしようとしているのはもうそこですね。きちっとそれが工業者に伝わる言葉に、これが大変あれが大変ではなくて、じゃあ何メートル動いてどういう負荷がかかるから、何メな、まあそうですね、こうロボットにしたらどういう仕様になっていくのかっていうのをきちっと、そこまで翻訳しないと工業者は動けませんので、そこをきちっと翻訳するというのがとても大事かなと思います。あとそれこそつながってないという意味では面白いことっていうので、今静岡県では物流に取り組んでまして、そこ鈴江さんにも かなりご協力いただいてるんですけど、さっき言ったように一人の人が何でも自分で全部持ってるっていうのは今までの農業だったんですね。でじゃあそう言うと農協何やってたんだって話になっちゃうんですけど、まあ、農協さんも農産物売るより給油の方が儲かりますから、まあ、組織維持する上ではそっち行っちゃってるのかなと思いますけど、なかなか小口でちっちゃく、生産している方たちの、集荷配送っていうのは非常に難しくなってます。で宅急便さんもだんだん値上げして人手不足もありますし、これが維持管理できるのかっていうと、まあ、物流会社さんの裏はもうシルバーさんで、運営されてますから、なかなかコストが下がるということはありえないと考えれば、もうみんながきちっと知恵を出し合う、それとあと情報を出し合うですね。私はここからここまで運びたい、私はここからあそこまで運びたい、でその情報が共有するだけですぐ2分の1になるんですね、さっきの行ってこいのあれで。でそれをきちっと、やればいいだけ で自動車産業はとっくにやってるんですよね。部品工場をぐるぐる回ってますと。でその時間に合わせて出荷してます、まあ、農業の場合ちょっとその時間がネックになるので少しデザインは必要なんですけど、なので、まあ、そこをデザインするだけで、そこは IT を使いながら、せっかく IT 技術が進化したので情報をきちっと共有してシェアして、トラックの中の荷物をきちっと把握してトレースもできてっていうのはそんなに難しい話ではないので、そこをきちっとやればいいだけと。なので、やってますと。1月から正式に走り始めるので、これがうまくいけば、他県でもやってほしいという声が上がってますので、他県移植したり、ゆくゆくはですね、やっぱりベトナムとかインドとかも、小さい小作農家がいっぱいいるんですね。でそれでインドなんかは食料が足りないって言って半分以上腐ってる状態ですから、そういうのを打開するためにも日本のそういう物流の技術をきちっと、他国にも輸出して食料難を解決すると、これリーダーシップ絶対取れると思っています。他にも教育とかもやってるんですけど、いいですか時間が。とりあえずここで一回くぐりますか。はい、ありがとう。ちょっと浅井さん、今加藤さんの話の中で、まあ、作業を分解して、工程整理をしてっていう話、結構浅井さんのところも相当力を入れてますよね。ちょっとそのあたり。そうですね、まあ、先ほどの話と一緒なんですけれども、まあ、まさしくそこはいろんな方にご指導いただきながら、まあ、トヨタ の改善のチームの方にもご指導いただきましたし、まあ、今作っている業務の標準化というところでいうと、まあ、無印良品の無地グラムのようなものを今作っていると。でそれはまあ、知識として、我々勉強すればできることなんですけども、まあ、やっぱり人の部分とかですね、まあ、あとはそうですね、その一番でいうとその気候というか地理とか気候の部分ですね。これは僕も
結構海外いろんなところに行くんでですね、思うんですけども、やはり日本はかなりハンディキャップを負ってるなと、うん、でそれは僕の中では一番はやっぱりそのアジアモンスーンの湿度ですね、まあ、これは山梨だとだいぶ湿度低いのかもしれないですけど、やっぱり病気も多いし、非常にまあ雨の時期、特に梅雨と、で今年でいうと9月はもう完全に今年梅雨よりも9月の方がきつかったというところでいうと、まあ、そこはやっぱりどうしても特にまあその路地物の方はですね苦しいというところがありまして、まあ、そこはまあ何かちょっとこう対策を考えていかないといけないんですけども、まあ、もしちょっと時間が許せば会場の方にも聞いてみたかったのは、まあ、いろんな話が今来るんですね。で例えばクロアチアでマグロの養殖されている方がいて、まあ、そこの会社に投資をされた方が静岡県出身の方だったんですよ。でまたまたま共通の知り合いがいて知ったんですけども、でその同時のタイミングでアイスランドでわさびを作るっていうプロジェクトが、ベンチャーのスタートアップの会社がやってて、で、まあ、それを日本の投資家の方が結構応援されてると。でそれを聞いたときに、まあ、かなりこう結びついてますよね。クロアチアでマグロ作ってアイスランドでわさび作ってそして日本の醤油つけてくるんじゃねえかな。でそれをその消費者の方どう反応されるかなと思って、どちらもどちらかというと日本のそのお家芸的なものなのに、でも海外で作ってもし品質が非常に高ければどうなんかな。そこはTPP でよく言われるチーズとかもそうなんですけども、やはり美味しいものがきちんとした方が作っていれば僕はもちろん食べると思うんですね。そこはやっぱりメイドインジャパンだけにこだわるというのが、ちょっと三沢さんに喧嘩売ってたら申し訳ないですけども、やっぱりそうではなくていろんな可能性があるんじゃないかなと思ってて、だからそれをやっぱり共通の軸は日本の食というところの、そこさえきっちり軸が通っていて、そしてそれを旗が振れるリーダーがいてですね、そこに我々生産者も、まあ研究者もいろんな方が一緒になってマーケットを作っていくというような、そこを、まあ、ちょっとそのクロアチアとアイスランドの話聞いてちょっとなんか寂しかったもんで、なんかどうかなと思ったんですけど、まあ、ちょうど今のお二人の話が別に相反するものではなくて、まさに農業が抱える課題そのものだというふうにちょっと思うんですけど、どうでしょうか。じゃあまた今度会場の方から、はい、どうぞ。NTT の栗山といいます。この夏初夏にツールドフランスを見てきました。今年は、モンサンミシェルから始まってロワールのブドウ畑とワイナリーと工場の間を抜けてオーベルニ高原を越えて、ガロンヌ川を越えルオーヌを越え、そしてパリに戻りますと。で世界最大の自転車イベントだし、おそらくオリンピックとかワールドカップに次ぐぐらいの規模でも、4年に1回じゃなくて毎年行われます。であれはすごいスポーツ競技なんだけど、同時にフランスという国自体のマーケティングだと思っていて、フランスという国土そのもの、文化そのもの、歴史そのものを、まあ、ブドウ畑も含めてプレゼンしていて、できれば日本もそういう国に何年か後にはなったらいいなと思いますと。そういう中でせっかくなんで例えば甲州って非常にこう糖度の出ない品種だと思いますけど、それに適度なストレスをどこまでかけながらね、今いいワインを作ろうとされているのか、せっかく世界的な賞を取られているんだから、その辺のプロセスを教えていただいた方がいいかなと思って質問しました。はい、ありがとうございます。どうですか、他にご質問。はい、どうぞ。三重大学の坂本と申します。今の方の話とねちょっと共通する部分があって、その先ほどちょっと浅井さんが言われたように、その日本の気候って非常にこう変化に富むので、その農業に関わってらっしゃる方はものすごいいろいろ工夫をしてね、これまでいろんなものを作ってきたと思うんですよ。で特に例えばワインのお話もこの3年ぐらい私もいろいろ勉強してるんですけど、例えばそのフランスボルドーなんかもね、そのテロワールっていうことを言って、その自分の土地の地質、土壌、気象、その他このボルドーっていう気候がこのワインを作ってるんですっていう特徴付けをするんで、その背景にはそのもちろんその気候は変わるんだけども、気象は変わるんだけども、その例えばフランスは土壌を入れ替えちゃいけないとか、水も手を加えてはいけないとか、施肥もそんなにしてはいけないっていう法律がある中で彼らはやってるけど、日本の場合はもう土壌は入れ替えるわ、水はバンバン入れるわ、施肥もするわ、いろんなことをやってってるっていうことだと思うんですよ。だからそのテロワールって概念で言うと、その日本のワインの良さをこう打ち出していくときに、そのどうしてもそのフランスのボルドーと同じことでテロワールだって言っても
まあ、多分勝てない。だからむしろ逆にそういう変化に富む気候の中で、気象の中で、そのものすごい栽培に工夫して、あるいは作り方もそうだけど、なんかそういうところに多分特徴っていうかブランディングのポイントがあるのかなというふうに思うんで、なんかちょっとその辺のこと私もちょっと、ぜひ三沢さんにお話聞きたいかなという。はい、あれ最後一人誰かいらっしゃいますか。じゃあ一番後ろ、それ最後させていただきます。はい、環境アセスメントセンターの川合と言います。食べ物ですので、口から飲んだりするものですが口から入りますので、そうすると結局時代ごとの多数決で決まっていっちゃうっていうような、先ほどのどこで作ったではなくて美味しければっていうのと同じでして、なんかそういう部分であるのかな。またその値段とか味とかそういったものに対していろんな多数決で受け手側の多数決で決まっちゃうのかなっていう部分も感じるんですが、そういったものはどういうふうにこう捉まえて戦略の中に入れるっていうんですかね、そんなお考えなのかなと、まあ、さっきのクオリティを追求する目標にも関わるのかもしれないですが、どんなふうにお考えかなと思いまして。はい、ありがとうございます。残り時間4分32秒ということでございますので、ちょっと今の質問に関する回答も踏まえて最後にちょっと農業にかける思いをですね、1分半ずつ語っていただいて、3分ぐらいのオーバー以内で収めていただくということでお願いしたいと思います。どうしましょう、質問集中した三沢さんからいきたいと思います。そうですね、フランスのツールドフランスの話が出ましたけれども、まあ、世界遺産になっているブドウ畑もあるくらいなので、まあ、ブドウ畑って素晴らしい、本当に美しいものだと思いますね。そんなことも考えつつ、先ほどのボルドーのお話で、私ボルドー大学の実は出身なんですけれども、日本のただクラフトマンシップっていうのはフランスにない部分ですね。あれをやっぱ作業を見ている段階では、作業を見る段階だとこれでは日本は勝てるというふうに思ったこともありますし、でフランス神話っていうのもあって、まあ、フランスすごく法律が、先ほどおっしゃったように日本のお米とすごく近くて、まあ、本当に選定で残す目数までも法律で決まってるぐらいなので、まあ、非常に法律でがんじがらめになっている中で、こう南アフリカとかチリとかそういった国々がそれを超えるワインをだんだん作ってきているというのは、これもまたすごく面白いことが起きてて、それに触発された私もすごく大学の同級生でフランスの名城ワイナリーのお嬢さんがいるんですけれども、彼女はもうオーストラリアのワインを飲んでそれに負けない同じ品種でものを作ろうと思ってやってたり、まあ、その辺が面白い。で浅井さんから先ほど喧嘩を売るとおっしゃっていただいたんですけれども、甲州もね、実はドイツとかフランスでも作られ始めていて、私これすごく面白いと思っていて、望むところだと思ってまして、すごく面白いというよりも本当にいろんなことが私自身も学べるので、すごく面白いことだというふうに思っていますし、まあ、時間があれなんですけども、ですね、そう、日本の、まあクラフトマンシップで結構フランス神話っていうのもあってですね、結構シャンパンに行くと石灰土壌がっていうんです、結構石灰巻いてたりとかで、pH の土壌の pH を調整してるんですけども、そういうことも皆さんされてますし、決してこうフランスがその全てすごく恵まれてる産地じゃないなっていうのは、まあ、いろんな本当にところで研修させていただいたんですけども、意外とこう恵まれてる産地っていうのは天から恵みの産地だって思われてる産地ってすごく少ないなっていうのは実際思ったところで、やはり 何かしら皆さん努力されてるなっていうのはすごく感じてるので、日本でもそれは可能じゃないかとは思ってます。いや、おしとやかな2人がバトルが始まるって、これやっぱ農業って熱いですね本当に戦い。じゃあどうぞ浅井さん。はい、そうですね、私はもう大体言いたいことは言わせてもらったんであれなんですけども、まあそうですね、やはりその三沢さんのようにやっぱり海外いろんなところを見られて、そしてその技術の深いところまできちんとこう見られた上で、それをどう生かしていくかと、インテグレートするか、そしてまあデザインするかというところが、それはもうその農業経営者ならではの一番多分面白いところなので、まあそれはそのポジションにある人が自分のまあ哲学とともにその描いていくものだから、まあいろんな形があるんでしょうけれども、そういう中でとにかく胃の中の蛙に、まあ今日ガラパゴスという話も出てましたけど朝、まあ、ならずに、きちんとこう情報として、まあそうですね、日本の農業者の人たちも、まあ、見るべきだというふうに思います。はい、はい、コンパクトにまとめていただきます。加藤さん。奥野さんのお話もあったんですけど、私は多分農協は全然日本の農業を強くはできないと思ってますなので本当にこういう
心意気を持って毎日努力して、それをまあ何らかの形で我々も周りも協力しながらですね、さっき言ったように世界を救えるのは日本の農業だと思ってますので、その次の世代、まあ、それから次々のですね、もう本当100年200年先の人類をまあ救うために、まあ、今みんなで力を合わせて行動できれば嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。短くすみません、ありがとうございます。まだ18秒残っておりました。いや、非常にまだまだ聞きたいことたくさんあるんですけれども、まあ、こういうセッションですのでこの程度させていただきますけど、多分2つのことが僕はポイントかなというふうにちょっと思うんですけれども、まず1つ、農業と一言で言っても全然違いますよねと。まあ、片やトマトを作って片やブドウを作って、まあ、加藤さんは今度野菜を作り始めてくる、全然違う話の土壌を乗せていくこと自体にやっぱりなかなか議論が難しいところがあるということと、あとただ3人に今度は共通していることはまさに中小企業のものづくりの経営そのものだということだということですね。全然農業だからという特殊性が生まれてこない、やっぱり日本で最先端の農業経営されている方々の共通点というのはそこにあるんじゃないのかなと、まあ、そうするとやっぱり今の日本の農業がまず見つめ直すところはどこなのかというのは少しヒントが見えてきたのではないかなと思います。もちろんテクノロジーだとかさまざまなものが生まれてくるのはすごいことですけれども、最も大切なことが抜け落ちているような気もしなくもないかなということを問題提起いただいたのではないかなと思います。はい、それではちょうど時間が過ぎましたのでこれでこのセッションを終了したいと思います。参加とパネリストの方々に盛大な拍手を持ってどうもありがとうございました。